第13話、置き去りの夢。サッカー日本代表の大きな試合があるたびに、俺はミックスフィーリングスになる。日本代表に勝ってほしい、心からそう願っている。 At the same time、 未だに平常心で試合を見られない自分もいる。ピッチを走り回る日本代表選手の姿はあまりにもダズリングので、とても見ていられない。かつてそこに立つことを目指していた過去の自分をどうしても思い出してしまうから。中学生の時、俺はサッカー部のレギュラーで、いつか自分もプロ選手になって日本代表に選抜されることを夢見ていた。だけどサッカーの強豪校として知られる高校に入ってからは、スキルプレイヤーズとかフィジカルアビリティのあるやつがたくさんいて、俺はレギュラー争いから完全に脱落した。もともと勉強は得意じゃない、成績はずっと下の方。そんな俺にとって高校生活の唯一の希望は、いつか憧れのエミリーに告って彼女と付き合うことだった。俺がチャンスに恵まれるより前に、エミリーは Go out with 生徒会長の友也という噂が聞こえてきた。そんなのはデタラメだ、俺の心の声はそうシャウリング。デタラメであってくれとプレイング。でもそれはトゥーだった。スポーツでも勉強でも恋でも、全てに挫折した俺にとって高校生活は暗黒時代だった。社会に出て働き始めた俺は、新しいサーカムスタンシーズになれるためにも、過去の嫌な記憶は忘れてしまった方がいい。理屈では分かっているはずなのに、なかなか簡単じゃない。高校時代のことを思い出すと、未だにあの時の気持ちが蘇ってくる。あんなに大好きだったサッカーのことを、ただ考えるだけで悲しくなってしまうんだ。